イガンイン、理不尽レッドカードで韓国人たち激怒。1月6日、イラクと韓国がアジアカップ前の親善試合を行った。試合は前半に韓国が1点を先制、後半からソン・フンミン、キム・ミンジ、イガンイン、ファン・ヒチャンといった欧州主力組を投入するが、追加点を奪えず。後半86分には小競り合いからイガンインがレッドカードで退場するなど、韓国にとってはもどかしい展開となった。試合はそのまま韓国が1対0で勝利した。主審の挙動的に2枚目のイエローカードで退場になったようですが、1枚目がいつ出たかは不明です。ソファスコアなどでもイガンインはイエローカード1枚の記録になっています。イガンインは何もしてないのに両者にイエローはおかしいだろう。なんでイガンインが退場した？主審は目ついてんのか？イラクの25番はサッカー選手じゃないな。イラク戦はなんでこんなに偏った判定になるのか。 PK は取らないし、イガンインはやられた側なのにレッドカードを出すし、オフサイドでゴールは無効にするし、今回のアジアカップが審判のせいで勝敗が左右されてつまらない大会にならないか心配。いつイガンインはイエローカードをもらったの？イガンインの才能は疑うまでもないけど、闘争心は少し抑える必要がある。ゲームが思い通りにいってないとプレーが荒くなる傾向があって、今日も後半に投入されてる遺跡で退場。もっと劣勢にならないと。なんでこれで退場なんだ。